忍は一条。忍び草には何をしようぞ。忍び草には何をしようぞ。一条を語り起こすようぞ。一条を語り起こすよう。殿、見てください。あちらから煙が上がっております。我が軍の取り出しは遅かったか。あちらでも煙が上がっておる。まるで砦に、わしず砦じゃ。あの二つは、我が軍にとって要所中の要所。あれが落とされたとなると、いよいよ、終わりは。終わりも、なんじゃ。まるで砦とわしず砦が落とされたら、次は中島砦、そして、ついには、大高城が取られる。そうなれば奴ら、雪崩を打つように尾張を攻めてくるでしょう。この熱田も落とされ、清洲も。そうなれば、尾張は。おしまいか。殿、何をおっしゃいまする。しかし、神仏に見向きもしなかった殿が神社参拝とは。もう晩酌尽きて神頼みということですか。ああ、焦るな。しかし、今は焦っても仕方がない。さて、あっさの狼が簡単にわしらを見捨てるか。かけまくもあやに賢きあっさの狼よ。他の今川の大軍に対するは少数なれど勢ぞろいの我らをなぐ。果たして打ち果たすこと構えたのか。おお、本殿の奥から甲冑の振れ合う音か。見よ、飛び立った白鷺が東の空へ飛んでいくぞ。おお、ヤマトの竹の御事が我らに味方してくれておるぞ。おお、これは幸先よいぞ。見よ、主ら、殿が投げた祭銭すべて表を向いておるぞ。おお、本当じゃ。当たるぞ、この戦。わしらの勝利のために体を張った丸根砦、わしず砦の者たちのためにも必勝を誓う。勝利のため。わしは砦に数百の兵しか置かなんだ。だから砦はすぐに落とされました。今はあの奴らどう思ったかな。あっさりと落とせて拍子抜けしておるでしょうな。それで油断をしてくれるといいんじゃが。今川はアホではございませぬ。我らが攻め込む隙を作るほど油断はしますまい。だが味方には油断も見せるじゃろ。まさか今川の側近に我ら織田家の刺客が。当然じゃ。よし、いざ今川大使や。者ども、気合を入れよ。おお、あったな狼よ。必ず帰って、お礼前に戻る。それまでしばし、待っていてくだされ。皆の者、参るぞ。それ。